1号艇の市橋崇選手です。一出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今節市橋選手、船橋に関してどの辺が気に入っていますか？乗り心地ですね。はい、乗り心地。1号艇ということなんですけども、ピット離れはどうでしょう？はいい方だと思います。まあ、じゃあ1号艇ということで1コース、しっかり取ってという感じですね。そうですね。はいはい、スタートの見え方に対しては今日やっと考え出したので、はい、大きいと思います。明日はどう戦いましょう？1枠員戦で、まあ、1号艇なんでインから逃げるだけです。はい、明日の整備についてはどう考えてますか？何もしません。もうこのまま。はい、はい、ではファンの方に一言ありましたら。はい、最後一走精いっぱい頑張ります。2号艇の山口剛選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。山口選手、今節の船足の特徴なんですけども、出足回り足乗り心地はかなりいい方な感じがしてますね。はい、じゃあ出足はもう問題ないということですね。特に今日の展示構想本番レースなんかはかなり合ってる感じと押す感じがあったので、出足回り足は自信を持っていける方だと思います。伸びはどのレベルですか？伸びは、はい、まあ、目立つことはないですけど、まあ、でもレースで伸びられるのかって言われるとそんなこともないので、まあ、ただ出ていく方の足ではないっていう感じですかね。うんうん、伸びて出ていく足ではないけども、はい、スタートさえしっかりすれば、そうですね、まあ、伸びられて体型が不利になるっていう風には感じてないです。そういうのはないということですね。はいはい、ピット離れどうでしょうか？ピット離れはどちらかというといい方だと思います。はい、2号艇ということなんですけども、まあ、ピットで次第だとは思いますけども、まあ、基本は2コースを考えてますね。うん、まあ、2コースは最低でも取ると、はい、そうですね、まあ、深く誰か動いてきたとしても、まあ、2コース。はい、今節のスタートの見え方どうでしょう？スタートはまあ条件がいろいろ変わって難しいですけど、自分の中では勘通りしっかり、いいスタートができていると思います。ではファンの方に一言お願いします。はい、明日は優勝したことないので、明日は優勝目指して真剣勝負します。応援の方よろしくお願いします。3号艇の村越敦史選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今節の船足の特徴なんですけども、どこが気に入っていますかね？そうですね、バランス取れて全部いいと思います。まあ、バランス型で全部いい、はいはい、気になるところもない。気になるところ、乗り心地ぐらいですかね。あとは乗り心地。はい、ピット離れはどうでしょう？ピット離れはいい方だと思います。3号艇なんですけども、はい、まあ、3号艇から動くということは、いや、それはないですね。ないですか？はいはい、じゃあ、まあ、3号艇そのあたり近辺ということですね。3コース近辺。はい、スタートの見え方に対してはどうですか？コンセス、いや、全然分かってないです。はい、ちょっと見えてないところがあると。じゃあ明日しっかりスタート練習して、しっかり掴んでということですね。そうですね。はい、明日はどうでしょう、意気込みについては？いや、もう平常心で。平常心です。はい、はい、明日の整備は何もしません。はい、ではファンの方に何かありましたら一言お願いします。準優スタート恵まれたんで、優勝戦も何かあるかもしれないんで一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。4号艇の服部達也選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今節の船足についてですけども、どの辺の足がいいですか？全部いいと思います今は。はい、なんかね、昨日は後伸びって言ってましたけども、はい、手前の方にだいぶ来ました？来ましたね。はい、じゃあ船足に関しては問題なし？問題ないです。はい、ピット離れどうしよう？離れはまあ普通ですね、悪くはないですけど。明日4号艇ということなんですけども、はい、理想はどうでしょう？とりあえずスタートをしっかり決めたいですね。はい、稼働志向ですかね、やっぱり稼働でいいかなっていう感じですか？まあ、稼働でいいですね。はい、じゃあ4コース、まあ、稼働は取るっていうところですね。はい、はい、スタートの見え方はもう勘より、自分の勘より早いですね、届いちゃいます。まあ、モーターが連れて行ってくれるっていうところですね。そうですね。はい、明日はどう戦いましょう？とりあえずスタート決めれば足はいいんで、展開はつけるかなと思います。はい、明日の整備についてはは特に考えてないですね。ファンの方に何かありましたら、優勝できるように頑張ります。
五号艇の古澤光則選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今節の船足についてなんですけども、はい、手応えとかどの辺の足が気に入ってますか？気に入ってるとこはあんまりないんですけど、まだ出せきれてないなと思います、うん、まだ、うん、全体的に欲しいなという、はい、そうですね、もうちょっと出そうな感じなんですけど、うん、はい、あとピットではどうでしょう？普通です。普通、はい、5号艇なんですけども、はい、動く気はありますか？ありません。まあ、じゃあ5コース、はい、ピットマナレ一緒なら5コースっていうことですね。はい、5コースから行きたいです、はい、スタートの見え方は？スタートはだいぶ見えてきました。順はいいスタートでしたね。あれはバッチリで、ちょっと早すぎましたね。ちょっと、はい、はい、明日そうですね、意気込みについてなんですけど、はい、どういったレースをしましょう？まくり差しです。まくり差し、はい、はい、明日の整備は？整備はしないです。プロペラを調整したいと思います。じゃあ明日最終日もう少しプロペラを見つめて、はい、全体の底上げをというところですね、はい、ファンの方にありましたら、何かありましたら、はい、地元優勝目指して頑張ります。お待ちください。6号艇の藤田康弘選手です。輸出おめでとうございます。ありがとうございます。今節の船足についてなんですけども、どんな風な船足でしょうかね？そうですね、乗り心地だけは自分の思ってるような感じになってるんですけど、足自体は本当大したことないです。回り足出足の感じっていうのはどうですか？回ってる感じは自分の好みの感じで、船の向きとか来てくれてるんで、その辺はすごい気に入ってます。じゃあ回り足出足、それから乗り味といいますか、その辺は まずまずかなという感じなんですね。そうですね、はい、ピット離れはどうでしょう？6号艇なんですけども、まあ、出ることはないです。動く気はありますか？いや特に、はい、もう6コースからで、ピットで次第でもう、うん、一緒なら 6コースということですかね。まあ、そうですね、ずる人がいなければ6コースだと思います。今節のスタートの見え方はどうでしょう？そうですね、それなりにいけてると思うんですけど、ちょっと自分が思ってるより、早いんで、その辺だけはちょっと気をつけていこうかなと思ってます。どう戦いましたか？明日どう戦います？そうですね、もう展開待ちですね、はい、明日の整備は？時間あるんでね、なんかやろうかなとは思いますけど、そんな大きなことは多分やらないと思います。ファンの方に一言。はい、明日、全力で走ります。応援よろしくお願いします。